はい、来ました。はい、来ました、皆様こんばんは。本日もいただきましたもので同時配信ということになっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。私あんま基本的にはですね、同時配信はあんまり良くないよなとは思っておりまして、まあできる限り自分のその不満な部分に不満な部分を解決する形での同時配信となります。あ、こんばんはってことで秋丸さんいらっしゃい。秋丸さんいらっしゃい。あれ、秋丸さんのがコメビに反映されてないようだが、されてる？されてないよね。あれ、なぜだ。あ、そうなんだよな、そうなんだよな、これな、これそうなのよ、これそうなのよ。ちょっと待ってね、秋丸さん、ちょっと待ってね。あ、お茶ありがとうございます。そしてよいしょよいしょよいしょ、これをこれにしないといけないんだよ。よいしょ。そう、いろいろとね、めんどくさいっちゃめんどくさいんですよね。これをこうして、でこれをあれちょっと待って、これをってこうすればいいんだ。これでどう？あ、来てますね、来てますね。あれ、とりあえず来てますね。ヤッホーということ。あ、来てますね、来てますね。ヤッホー、あれ、ヤッホー、あれ、あ、秋丸さん、あ、あれね、ニコの方ね。あれ、じんさんごわーということでね、ご挨拶ありがとうございます。ニコからねーということでね、ツイキャスの方どうですか。ツイキャスの方どうなったかちょっとコメントいただきます。これでいけたと思う、これでいけたと思う。あ、いけてない、こうだ、これで、これでいけたべ。あ、いけましたね、いけましたね。あ、ありがとうございます。来てるでしょ、来てるでしょ、来てる、両方来てる、来てる、両方来てる、来てる、来たということでね、ありがとうございます。いや、乾杯しますか。それじゃあ皆さんありがとうございます。あー、ということで OK ということでね。あ、こっちだ、ちょっと待って、キャスの方は、あれ、ちょっと待ってもうね、もうなんかよくわかんない感じになってんすよ、こんな感じで。はい、いや、お疲れ様でございます。皆さん今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日もたくさんコインいただいたんで同時配信ということになります。お疲れ様でございます。居酒屋の方開店でございます。乾杯、乾杯、お疲れ様。はい、やっちゃっ、乾杯ということでね、ありがとうございます、ありがとうございます。いやね、今朝の、あ、乾杯、お付き合いありがとうございます、ありがとうございます。特に塩、あれ、あ、でもやっぱちょっとカクついてる感じですかね、大丈夫ですか。あ、そうでもないな、そうでもないな。うん、今日の朝の回でロシアの方からコメントいただきまして、チャンネル登録いただきました無事チャンネル登録いただきましたよいやさ、なんだっけ、なんだっけな、ザ・ピーナッツのなんとか、なんだっけ、ため息の、あれをリクエストされましたからねそうそう、ユーリンさん、ユーリンさんチャンネル持ってたね、ユーリンさんね。もうあんまり投稿されてないチャンネルでしたけどね、チャンネルお持ちでしたね、海外でいや、もともとね、もともとあの時間なんで、もともとあの時間なんで、外国の人ね、外国の人多かったのよ、登録していただく方がね。配信終わって登録者が増えてる場合は、ご自身チャンネル持たれてる方はあれ反映されるんで、見えれるんで、
外国の人結構多かったのよ。うん、で歓迎の意味を込めて、歓迎の意味を込めてジュピターをやったんだよ。俺あれ誰だっけ、どこだっけな出身と思ってイギリスだって、フォレストイギリスだって、あれどこの作家だっけなーなんて思ってあ、そうそう、恋のバカンスね、恋のバカンスですね、恋のバカンスです。まあいろいろありますね、いろいろありますね。なんかもうん、もう多分年内到達が見えましたね、これでね。ありがたいことでございます、ありがたいことでございます。うん、いや今日はですね、今日はですね、画面の真ん中字が出てますね。え、どれ、あ、これか、これか、え、これか、こうか、あれ、これ違う、あれ何の字だろう、あそうかそうか、そういうことか、あ、わかりました、わかりました、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、そういうことか、あ、いいか、あれあれちょっと待って、あれ今消えたね、あれ今消えたよね、あれどこ行っちゃったんだ、消えましたね、消えましたね、あれなんか残ってたんだね、なんかが残ってたんだね、消えてるね、消えてるね、うん、ありがとうございます。さあそれでは今日ですね、今週ちょっとイレギュラーで消えましたね、今週イレギュラーで第二の方ばっかりやってんのよ、だからシンセを聞く機会がないわと思って、いつもだとサイレントでやっちゃうんですけど、今日はシンセの方で行きたいなと思っています、今日はシンセの方で行きたいなと思っています、どうぞよろしくお願い申し上げます、よろしくお願い申し上げます。ツイキャスの方はさ、ロモではシンセ使ってるけど、宮本独演のシンセはほんと久しぶりね、ほんと久しぶりいけるかな、うん、いけるかなってちょっと全然試してない、全然試してないんで、今のね何をやるか分かりましたか、ユーリーさんに間違ってユーリーさんに間違って弾いてしまったという、でちょっと思惑と違うだけどね、あ、そうだ思いました、だけど最後ボヘミアンラプソディやったのよ、ボヘミアンラプソディ、そしたらねフレディとブライアンが来日していましたなんておしゃれなコメントをいただいてあれなんか、え、そういうジョークがちゃんと打てる人なんだと思って、あ、
行ってみますか。キャスの方はシンセの通常画面を出しますね。これでいけるとだいぶ展開が、こうか、いきますか。行ってみましょう。Every day I listen to my heart 一人じゃない深い胸の奥でつながってる果てしない時を越えて輝く星が出会えた奇跡教えてくれる Every day I listen to my heart 一人じゃI'm
ジュピターでした。ちょっと音でかかったね、ごめんなさい。ちょっと音がでかかったですね、失礼しました。サイレントの、サイレントの録画を撮るとき用の設定になってた、すいません。ちょっと下げます。ありがとうございます。パチパチ倒して、え5億、いやこれね5億見えないんだよな、5億だよねこれね、5億5億ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ。いやこれでさ、このあパチパチありがとうございます、ジンさんありがとうございます。すまぬ、皆さんすいません、アイテムありがとうございます、アイテムアイテムありがとうございます。いやそれでですね、あのこれなんか歪んでんな、ちょっと待って、もうちょいどうすればいいんだ、ここか、こっちか、こうやな、こうやな、こうやな、あのこれでまた居酒屋に戻るというねちょっとマジさん、どうしたもんかねこれね、これがこれをどうするかなって感じになってんだよな俺な、これな、居酒屋に戻さなきゃいけないっていうね、この BGM を生かすために、 BGM ないと寂しいな、ニコはな、ありがとうございます。よいしょ。やっぱりね、この間壊れたパソコンが我が家では一番頭のいいパソコンだったようで、ちょっとやっぱりいろんなものを落とさないと同時配信が通常通り行えないことが分かりました。いろいろやってみたんですけどね、やってみたんですけど、まあここがちょっと限界かなっていう感じですね。まあまた今またこの一度外したパソコンをもう一度ちょっと様子見ますけどね、まあ大丈夫と思うの、あのハードディスク差し替えて大丈夫と思うんだけどねありがとうございます、ありがとうございます。さあそれではいきますか。今日リーナシンは、今日リーナシン配信しないんだっけ、リーナシン、リーナシン向けの曲を用意してたんだけどな、リーナシン、リーナシン来てからにするかリーナシン来てからにしましょう。よいしょ。あ、ちょっと目が小さい。エモーションありがとうございます、エコモーションありがとうございます。よいしいきますか。
ですか。ああポジション間違ってしまった、失礼しました。ウーマン、あれウーマン、あれウーマン、あれウーマン、W の悲劇でした。カッパ呼び出してきた、あーすみません、あきません、お休みだと思うんですけど、カッパ、あ、カッパだってごめん、うん、あ、パチパチを、どうもありがとうございます、ありがとうございます。お休み中じゃないの
お疲れで、お疲れでお休み中じゃないですか。ああ、そしてゴークゴーク、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、居酒屋に戻しましょう。居酒屋に戻ります。どう、うん、居酒屋に戻ります。パチパチ、ありがとうございます。そして、エコモーションもありがとうございます。ありがとうございます。あと10人ほどっていうのが見えた今。そうですね。あと、1人、あのその後またお一人あの登録していただいて、まあ、どなたか分かんないですよ、もちろん。今残り9ですね、残り9ですね、残り940日間で9人だから全然いける感じですね、このペースでいくと。うん、ただちょっとほら単発の曲がちょっと録画できてなくて今で、俺この間さよならをあげたんですけど、さよならね、あれシンセで俺やってたね、シンセで、いやー失敗しました。まだその時期じゃないんだよなと思って、もうちょっと別のやつをやればよかったなと思っています。これを、あ、そうか。ちょっと居酒屋でシンセやるのって実は初めてではないけど、あんまりやったことがなくて、居酒屋シンセね。合ってるのかどうかもわからない。これか。いきます。ああ。ちょっと練習させて。ピアノだとおかしいね。行きましょう。散る夕暮れは
来る日の寒さを物語、雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もない。恋人よそばにいて、凍える私のそばにいてよ。そして一言、この別れ話が冗談だよと笑って欲しい。砂利道を駆け足でマラソン人が行き過ぎる、まるで忘却望むように止まる私を誘っている。恋人よさよなら、季節は巡ってくるけど、あの日の二人酔いの流れ星、光っては消える無常の夢よ。恋人よそばにいて、凍える私のそばにいてよ。そして一言、この別れ話が冗談だよと笑う欲しい。恋人よでした。恋人よでした。あ、みんみんさんいらっしゃい。はじめまして、証言さん。今日ちょっとイレギュラーで、あっち2個の方とちょっと同時になっちゃってて、ここにコメントないじゃんっていうのにコメントが表示されてたりするんで、はい、ちょっとその辺はご了解ください。まあいつもはバラバラでやってるんですけどね。よろしくお願いします。なんだ、夏メロを歌ってます。高齢者向けのすいません、ミミさんが高齢者と言ってるわけじゃなくて、高齢者向けの爪の方だっております。はい、バチバチをどうもありがとうございます。ありがとうございます。そして皆さんご挨拶の方もありがとうございます。あ、そしてエコモーションありがとうございます。ありがとうございます。普段はですね、割と深夜遅く朝早く4時半という時間に定時配信しております。この時間キャスでやるのは久しぶりですね。一人でやるのは、セッション配信を火曜日にやってるんですけど、一人でやるのは久しぶりです。はい、無形の歌大好きですということで、あ、そうですか、よかったです、ありがとうございます。まあ、ちょっとこうマニアックなところ攻めてますんで、こっちか、マニアックなところ攻めてるんですよ。乾杯しますか。あれ乾杯したっけ。
ミンミンさんいらっしゃい、久しぶりの初見さんです。ツイキャス、そんなことないか、そうでもないか、あ、初見、そう、久しぶり、あ、そんなことない、こんな時いらしてたね、お疲れ様。残り60分ぐらいです。お時間許す限りゆっくりしててください。お疲れ様、乾杯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 ということでね、ありがとうございます、ありがとうございます。乾杯、お付き合いありがとうございます、ありがとうございます。これ言っときますか。ちょっとあのこの居酒屋のこの有線ミュージックみたいなのが邪魔でしょ。これ2個の方はね、2個の方はずっと居酒屋のカウンターで歌ってる絵なんですよ。すいません。ちょっと俺もちょっと頭が混乱してしまって、どうでいくかな。これか、違う、これか、あれがない、あれがない、どれでいくかな、星にしとくか、これなんだ、星だよな、星にしときましょう。サポートさせていただいて大丈夫です。あ、いや、すいません、ありがとうございます。あんまりね、新しい方でサポートしていただく方が少ないもんですから、いろいろと毒が回っちゃってるみたいで。あ、こっちか、こっちが、いろいろ毒が回っちゃってるみたいで。ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。あ来ます。
troubled water, I'll lay me down like a wish about troubled water, I'll lay me down.明日にかける橋でした。居酒屋に戻ります。ちょっといいか。あ、ゴークゴーク、ありがとうございます。あげるさん、ゴーク、ありがとうございます。なんでこれ2まで、あ、2が削除されてなかった。あれ、あ、2が削除されてない、そういうことか。ちょっと待ってね、これをこうだ。なんで2つも出るんだと思った。パチパチ、どうもありがとうございます。素敵ということでね、いろいろ音が出てますけど、一応ギター1本の弾き語りになっています。ギタリストです。いろいろ音が出てますけど、なんていうんですか、後ろでカラオケが鳴ってるわけじゃないです。ありがとうございます。あ、そしてエコモーションありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。バチバチ、ありがとうございます。ありがとうございます。これいきますかね。よいしょ。なんか最近冬場が近づいてくると冬の曲が多くなるんですけど、ちょっと早かったかなっていうぐらいな感じで歌ってる歌があるんで歌います。BGM いらねえんじゃねえってあると思うんですけど特に
特にちょっとツイキャスご覧の方はちょっと BGM いらねえんじゃねって感じになってると思うんですけど、すいません、ちょっとねこれね訳ありの演出なんですよ。訳ありの演出なんで申し訳ないいらねえんじゃねこれって言ってね。あ、サラさんだ、いらっしゃい、サラさん、お待ちしてました。サラさん今日ありがとうございます。あ、そうですね、練習ね、クリスマスの曲ね、練習ね、いいですよね。私なんていうんですかね、いろんな楽器をやりましたけど打楽器だけはやらなかったんですよね。だから鍵盤も少しはできるんですけど、少しね、少しです。だけどサラさんよりは全然下手だなって思う俺がね全然弾いてないから今ね。わー、宮さん広告ありがとうございます。宮さん、さ、皆さんはニコの方においでになってますね。そしてサラさん、皆さんいらっしゃい。今日もお疲れ様でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。何でしたっけ。あ、そうそう。今日も一日よろしく。あ、今日も残り40分ほどですが、どうぞよろしくお願いいたします。お疲れ様。乾杯、乾杯、乾杯。皆さん乾杯、乾杯ということでね、ありがとうございます。今日はねちょっと同時でやってます。向こうと同時でやってます。なんでなんていうんですかね、ちょっとこういろ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 ややこしい感じになってます。今日はあ、ご挨拶をありがとうございます。いますか。ああ、うん。合ってる。ちょっと待って。ちょっと違うな。違うな、ちょっと待ってね、こっちか。粉雪の中らしい、成田からの便はまだ間に合うだろうか。片っ端から友達に借りまくれば、決して行けない場所でもないだろう。ニューヨークぐらいなのに縁の嘘を聞きたくて、今日もまだこの街で酔っている。そう聞きたくて、今まだ二人とも旅の途中だと、君を永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種明かしをしないでくれ、嘘をついてくれ。何もかもは夢のことだったと言ってくれ。
の国を見限ってやるのは俺の方だと追われながら答えた友からの手紙には、上海の裏町で病んでいると、見知らぬ誰かの下手な代筆文字なのに永遠の嘘をつきたくて、探しには来るなと結んでいる永遠の嘘をついてくれ、今まだ僕たちは旅の途中だと、君を永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種明かしをしないでくれ、永遠の嘘をついてくれ、一度は夢を見せてくれた君じゃないか、傷ついた獣たちは最後の力で牙をむく、放っておいてくれと最後の力で嘘をつく、嘘をつけ永遠のさよならの代わりに、やりきれない事実の代わりに、たとえ繰り返しなぜと尋ねても、風のように鮮やかに、人は皆望む答えだけを聞けるまで尋ね続けてしまうものだから、君を永遠の嘘をついてくれ、種明かしをしないでくれ、永遠の嘘をついてくれ、出会わなければよかった人などないと言ってくれ、君を永遠の嘘をついてくれ、しをしないでくれ、永遠の嘘をついてくれ、出会わなければよかった人などないと言ってくれ、ついてくれでした。母さんいらっしゃい。米ビル変わったんやな。ほんで土産もということでね。米ビル、そうです。あのね、今日ね、あのキャスの方と同時にやってる。キャスの方と同時にやってる。キャンディーさん。なんで、いつもと違う米ビルです。いつもと違う米ビルです。パチパチどうもありがとうございます。ささギターということでね。母さんこんばんはということでね。ありがとうございます。すいません、今なんて言うんですか、シャドーバーンされてるわけじゃなくて、この人は別なところの配信でコメントしたやつが今表示されてますこの TAR って人はシャドーバーンさしたわけじゃないんですよ、うん、いらっしゃい、久しぶりやね、うん、これキャスなの、え、どれどれ、あ、今2個よ、ターさんがコメントしてるとこは2個です、2個です、はい、でキャスにも、キャスにも配信送ってます、あ、ありがとうございます、ゴーク5億でよかった、5億でよかった、はあ、そうそうそういうことです、知らん人ばっかりということね、そういうことです、見えない人ばっかりですよね、あ、三振を、三振を
サラさん、サラさん、あのこれが私の持つギターシンセというギターの楽器です。あ、ギターの楽器じゃない、ギターシンセです。三振を出しますか。この時間さ、あー惜しい、ありがとうございます、ありがとうございます、わーということで、この時間ギターシンセツイキャスでやるのってあんまないんですよね。朝の回、朝の回も俺ほら週末別なところにで配信するようになっちゃったから、シンセはほらあのセッションの時しか使わない、ツイキャスはね。他は割と、他っていうかあの YouTube の方は割と使ってるんだけど、ありがとうございます。ああエコモーションありがとうございます。よいしょよいしょ、あ、ゴーク、あ、ゴーク、ゴーク、ありがとうございます、ありがとうございます、ゴークね。行きましょう。Thank you.
ます。ああそうね、そうね。あ、違うわ、これ違うやつだおかしいなと思った。まあ違う譜面だわごめん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 、うん、間違えました、間違えました、違う譜面だこれすいませんでした。いやほらちょっとね、三振が、三振僕もうちでも鳴らせるんですよなんつって、ちょっと大見え切っちゃったからさ、ちゃんとやりたいじゃん、ちゃんとやりたいんだけど、譜面が今私の手元から出てこないのはなぜでしょう。これはこれひょっとしてロモに紛れ込んだ可能性がありますね。ロモに紛れ込んでますねきっとね、ロモですね。狭いんだよ、とにかくこの居酒屋は。ありました、ありました、どんまいどんまいということでね、ありがとうございます。行きましょうかいきます。いらっしゃい、いきます。
流れてどこどこ行くの。愛も流れてどこどこ行くの。そんな流れを好む胸にあなたとしてあなたとして迎えてあげたい。泣きなさい笑いなさい。いつの日かいつの日か花を咲かそうよ。あれ？花として笑いもできる。人は人として涙も流す。それが自然の歌なのさ。心の中に心の中に花を咲かそうよ。泣きなさい笑いなさい。花を咲かそうよ。泣きなさい笑いなさい。いつの日かいつの日か花を咲かそうよ。花でした。もうちょっと、もうちょっと三振大きくした方が良かったもんね。すいませんでした。分かりにくかったかもしれない。
三振の音に聞こえましたということで、三振も俺上手になるから三振も上手になりますか。まちまちありがとうございます。ああ、ゴークありがとうございます。リーナシンいらっしゃい。ターさん、あれターさん乾杯したっけ。そしてリーナシンいらっしゃい、乾杯しましょう。あと2、3曲ですけど、どうぞよろしくお願いします。お疲れ様、乾杯乾杯。こっちかこっちか。あ、乾杯乾杯。お疲れ様、乾杯。やったった乾杯。素敵でしたということでね。いや、頑張ります。三振もこれからもうちょっと上手になるように頑張ります。もともとあの三振という音があるのを知らなかったんで、最初はあのバンジョーの音で代替しておりました。最初はね。ありがとうございます。乾杯乾杯ということでね。ありがとうございます。あー、そしてエコモーションありがとうございます。ありがとうございます。さあ、リーナシン用の曲をちゃんと用意してましたよ。リーナシンの好きな曲を今日用意してあります。リーナシンの大好きな曲を用意してありますよ。よいしょ。大好きかどうかはちょっと分かんないですけどね。大好きかどうかはちょっと分かんないですけど、サラサラでいきますよ。サラサラで、サラサラでいきますよ。いますか。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に人のために置かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、人もたやすくしなびった春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す、全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。
節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。覗き の道を確かめる。また一つずるくなった。当分照れ笑いが続く。汚いところですが、暇があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。ありがとうございます。リーナシン、リーナシン登場の曲でした。あ、違う違う、春夏秋冬でした。俺さ、さっきから気になっ、ちょっと今気になったんだけど、はい、ゴーク、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ニコニコの読み上げ機能ってついてないですよね。読み上げ機能ね、読み上げ機能、この間なんか勝手に動いたでしょ、勝手に動いてたでしょ。もともとエコエコも萌え子だったの。あ、そうなの。バチバチ、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、それではもう最後の曲、最後の曲いきますか。ありがとうございます。バチバチ、どうもありがとうございます、ありがとうございます。いや、皆さん長い時間のお付き合いをどうもありがとうございます。アイテムなくしもありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ、最後の曲をどれにし、どっちにするかな、どっちにするかな、これにするかな、これにしよう。キャスのコメントですってことでね。よし、てかこれニコ生って自動延長になってんのかな。あ、エコはキャスのコメントということね。ちょっと待って、あ、なってますね。なんかもうニコニコもよく分かんなくてさ。よいしょ、よいしょ、違う違う、皆さんありがとうございました。本日最後の曲は松田聖子さんを歌います。スマホ調子悪くて落ちちゃうということで、今日はこれで失礼します。あー、さらさん、どうもありがとうございます、ありがとうございます。配信頑張ってください。Thank you.
失礼しました失礼しました。いきます。あ、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 ごめん失礼しました。失礼しました。いきます。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき、時間だけ後戻りしたの。幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない。友達ならいるけど、あんなには燃え上がれなくて失った。夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い記憶、 Sweet Memory。Don't kiss me, baby. We can never be. So don't act more happen. Please don't harm me again. I have spent so many nights thinking of you, longer for your touch. I haven't loved you so much.あの頃は若すぎて、いたずらに傷つけ合った二人、色あせた悲しみも今は遠い記憶、Sweet Memory。失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い。Ooh.
ありがとうございました。ちょうどお時間となりまして、皆様ありがとうございました。というわけでですね、今日は同時配信ということでやらせていただきまして、どうもありがとうございました。バチバチ、またのお越しをお待ちしております。今日は会見なしで、今日は会見なしです。今日は会見なし、お疲れ様でした。またのお越しをお待ちしてます。ありがとうございました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 。